まず、セカストからです。770円でした。車両の方見ていきましょう。あれ？違うナンバーがついてます。サルミ鉄道の車両です。KDE10 ですね。反対側も違うナンバーが。これ、トレーラー車です。ちなみにセット品のものですが、もう1両はありませんでした。にしても派手なカラーですね。モーターは入ってるんでしょうか？やっぱり入ってないですね。ナンバーをどうするか。次は墓地で購入したものです。鉄道コレクションです。雲245です。シークレットもありましたが、値段が高かったので諦めました。この時代は展示用レールが付属していましたね。車体を見ていきましょう。表示は普通となってます。かぼちゃ色ですね。を直します。構造は簡単です。直りました。これで最後です。ヨドバシカメラで購入しました。天正堂の雲屋145ですね。4130円でした。天正堂の製品は初めて購入しました。これは HO ゲージになります。動力化したいですが、動力がもう売ってないので展示用です。1200番台だけ売れ残ってました。開封します。
普段は N なので大きく感じます。説明書とパーツ類ですね。意外と軽いです。なぜ片方だけラベル？綺麗に剥がれます。これぞクモヤって感じですね。すげー、めっちゃリアル。これは飾るだけでも映えますね。側線に置いても良さそうです。何かを取り付けるようです。大きな鉄コレですね。台車は曲がりません。タイヤも回りません。説明書を見ます。意外とパーツは多いです。いいですね。何を貼るか迷います。なぜこう？初心者には難しそうですね。こんな分解できるんですね。